栗原隆博は福島県郡山市出身のバスケットボール選手である。190センチメートル90キログラム。ポジションはスモールフォワード。2020年10月11日の福島ファイヤーボンズ戦をもって引退した。郡山第六中学より2003年4月に日大東北高校に進学。3年生時の2005年インターハイに出場し、2回戦に 進出。同年のウィンターカップにも出場し、初戦敗退。2006年、日本大学に進学。4年時は、首相として、関東大学リーグ戦と全日本大学選手権で優勝を達成し、最優秀選手賞を受賞。2010年、東芝ブレイブサンダースに加入。2018年、栃木ブレックスに移籍。2020年2月、 パスラボ山形ワイバンズにレンタル移籍。2020年5月、山形に完全移籍。しかし開幕して、わずか4戦目のホーム福島戦をもって、現役を引退することが発表された。引退後の2020年12月より、山形のチームスタッフ兼アカデミーコーチに就任。翌年3月にスキルコーチに就任。2021から22シーズンより、出身地である、 福島県郡山市をホームタウンとする福島ファイアーボンズのアシスタントコーチに就任する東芝加入後の2011年にユニバーシアード日本代表に選出2012年バスケットボール男子日本代表に選出され8月のウィリアム・ジョーンズカップに出場9月には2012年フィーバーアジアカップに出場し準優勝2013年2013年と アジアバスケットボール選手権で3位。2013年バスケットボール男子アジア選手権では7試合に出場し9位。1試合平均は3.7得点1.9リバウンド。ありがとうございます。